丹野氏は、律令制で、区内省に属する役所。銅、鉄などで雑器を作り、また、それを作る丹野部を支配した。北江部20人、北江と338個が所属し、刀剣や銅、鉄製の雑器類を製作した。職員に、聖、優、大将令市などがある。大倉省に天一つがあり、金、銀、銅、鉄を鋳造したが、 鉄製品は丹野氏が担当することが多かった。俗に本紀巻、第三の文武天皇慶運元年四月の記事によると、丹野氏をして、諸国の印を意志む、わけ、宇治谷武氏ともあり、大法令施行当時、丹野と中蔵の二つの機能を合わせ持っていたものと想像される。これは、天一塚さが大法令で新設されたばかりで、後人の配属が遅れ、霊志向後の数年は、 監視として機能していなかったのではないか、と、荒井菊夫は述べている。初期巻、第十五によると、天平十六年二月の雑との解放により、同年四月二十一日に、増兵士と共に廃止され、その職将は、人気五年七月に、中塚佐商の悲観として設けられた匠漁に、吸収されたようである。しかし、初期巻、第十八にあるように、 天平商法4年2月に雑都が復活すると再設置されたようで、食器巻き。第28には、神語系雲元年5月25日の丹野政、任官記事が残されている。類寿三大閣によると、大同三年に1月20日の平城天皇の御琴乗りによって、丹野氏は木工領に併合された。ありがとうございます。